おはようございます。4月18日第604回ポコナカアニマルラジオになります。今日はね、久しぶりにスッポン系ということでフロリダスッポンをね、出してみました。なんか色がね薄くて綺麗に育っているので、まあ面白いなと思って、買ってるんですけど、まあ、餌食いも良くてね、ほんとプラケに水入れて飼ってるだけなんですけど、ちょっと最近サイズが伸びてきたんで、プラケのサイズをアップしないといけないなという感じですね。脱走をやっぱりねするので、蓋をしてないとこいつらはねダメなんで、よっぽど大きめで高いね、高さがある水槽かっていう感じになるんですけど、まあちょっと正直今の段階だとね、まだプラケで我慢してもらうというところで、最終的にはね、まあかなり大きな水槽を必要とするとは思うんですけど、まあ、今このぐらいのサイズの水槽をだデカプラケよりちょっとちっちゃいぐらいのやつに移そうかなと今考えてる感じですね。まあクリアで飼ってるのでね、色が浅くね綺麗に、なってます。黒っぽくなってないっていう感じなので、おそらく天然ブラックで飼っているとね、あっという間に、また体色が変わってくると思いますんで、だ僕はなんかその、色が薄くて綺麗になりそうなやつはそうやって薄いところで飼ってみてっていうのをねやっているんですけど、まあ、今サルビンでやっていてね、腹掛けはもう諦めて黒い水槽にしてね、今すごいグレーというかもう本当ね、全然この間までと違うような色になっています。だから飼育の仕方ってね、ただ、まあ、飼うっていうのだけじゃなくて、まあ、自分のところでじゃあどういう風に飼いたいかっていうのを考えるとね面白いのかなと思ってて、まあ、繁殖させるからも関係ないねっていう感じでバッとやる人もいれば、まあ一匹一匹綺麗に育て上げたいから、まあちょっと綺麗になるような何かやり方を考えてみようっていう風な人たちでいると思うんですよね。まあその中で僕はその白っぽくなるような個体で白っぽくさせたいなと思うやつ、あとは白っぽくなっちゃうんだけど白っぽくさせたくないカメっていうのをね含めて見て、まあクリアだったり、白い底板だったり、まあ、ごめんだから全部ね白い容器で上だけ開いてるような容器に入れてみたり、まあ黒底水槽に入れてみたりっていう感じですね。まあ姫匂いはうちはね、黒底で太陽光が当たるところでやって、まあ、買ってきた時なんかちょっと白っちゃけてたのがね本当もう濃いグレーみたいな感じになるんでね、それも面白いなと思ってやったりしています。なので、まあその飼育ね設備っていうのはその個体の、ね、色も変えてしまう。まあもちろんその甲羅の形がね、歪んでしまったりとかっていうこともあるんで、狭すぎたり、まあ水位にね、なんですか、影響されるカメっていうのもいっぱいいるんでね、気をつけながら飼育しないといけないのかなと思っています。鎮火性の餌でその下を食うこと、下の餌を食うことによって甲羅のね、首のあたりがひっくり返るのを防ぐっていうのもそうなんですけど、結構ね、うちは水がいてそれをやってしまうんでね、まだ半水性半陸性のカメっていうのは、まあ、逆に陸場に上げてしまってね甲羅が湿度を保てるような状況を作るっていうパターンもありだと思うんですよね。だからその辺っていうのはすごいその人それぞれのやり方というふうに思っているので、まあ、自分はこれがやりやすいしこうでいいやっていう、でもこうした方がいいよねっていうのをちょっとそのアップデートしながらねやっていけると非常に面白いのかなと思っています。なんで僕は今年買う頭部、多分ベビーをねどっかでまた 1,2 匹買ってくると思うんですけど、その2匹に関してはねちょっとヤシ柄飼育をちょっとやってみたいなっていう話をねこの間していて、まあ、それの試してみようかなと。なんか陸場で飼った方が甲羅が綺麗になるっていう人がね結構多いんですよね。どうせ飼うならね綺麗に育った方がいいっていうのは間違いないことなんで、ちょっとね陸場を使った飼育方法っていうのを、まあ今年マニアックな人たちから聞いた話をねそのままお伝えするような感じだとは思うんですけど、紹介できたらいいのかなと思っています。まあ本当にいろいろですよね。水で背中までね使ってひっくり返っても戻れるように網を入れる飼育方法っていうのもあると思うんですけど、であとはもう本当に気にしないで水場で飼ってる人もいたり、まあ、うちは朝晩背の甲羅がねしっかり浸かるように、温浴的な感じになってると思うんですよね。やっているパターンもあるし、まあ本当ねひっくり返って窒息だけが本当怖いんでね、って考えると、でも確かにその陸側にいるカメを
水場で飼う必要性がないんじゃないかって話になってくると思うんですよね、極論で言うと。そこをちょっと試していったらいけたらいいのかなと思ってます。まあ、ミスジも甲羅がね、薄く育ちやすいからっていうんで、しっかりあの水場で飼った方がいいよと言われてるんですけど、まあ、水深をね、ちゃんと取って、ただまだあの慣れていないんでね、転倒による窒息っていうのが非常に怖いので、まあ、薄く水を張って、このミスジもね、朝晩同じように、水位を高くして背中の甲羅をしっかり締め出してあげて、まあ、あの朝メンテナンスをね、このラジオを撮る時間で、まあ、1時間弱ぐらい、時間があるんで、一番最初にね、甲羅まで濡らせるようにして、まあ、濡らすと浸るような水位にして、まあ、その感じはあの、まあ、もちろんその見落としてしまうかもしれないんですけど、まあ、作業をしながらラジオを撮りながらね、カメを見ながら、まあ、事故が起こらないように気をつけながら管理している感じです。なんでねすいません、ちょっとくしゃみが、ね、まあ、花粉がまだちょっと来るんでね、ちょこちょこくしゃみが出るんで申し訳ないです。まあ、そういうような飼い方をうちはしていて、それなりにね、綺麗には育ってるのかなという。だから本当昔飼ってた頭部はね、餌食いが悪すぎちゃって、まあなんかいじるとかそういうレベルの話を超えていたんでね、もうとりあえず生き残って大きく育ってくれればいいやっていう飼い方をしたことがあって、それはやっぱり甲羅がちょっとね、扁平になってしまったっていう、まあ、もともと扁平になりがちなんですけど、その中でもさらに扁平になってしまったんでね、まあ、そうならないような飼育方法を取りたいなと、非常に思っているんですけど、果たしてそれがうまくいくのかどうか。まあ、あとはその個体の性質によってね、扁平な個体、まあ、フロリダもそうなんですけど、扁平な個体とね、甲が高い個体っていうのがいるんでね、その辺をしっかり見極めて、ね、うまくやっていく。まあ、なんかあの、ただ扁平だ扁平だって騒ぐ人もいるんですけど、まあ、扁平になっている理由がそのね、飼育下におけるものなのか、まあ、その個体の、ね、あの持っているものなのか。で、最近よく耳にするのはね、あの確証がなくて、ね、相手を貶めるようなことを書いたり言ってしまう人がいるみたいなんでね、まあ、しっかり確証を持ってね、それからやった方がいいんじゃないかなと。まあ、あのそれでやってしまうとね、やっぱりその喧嘩になるよねって話なんで、まあ、そんなんで喧嘩しててもしょうがないよねって話だと思います。なんでね、まあちょっとあの皆さん落ち着いてね、よく調べてよく勉強して、そしてまあ買うってことはね、自分がその牛を、ね、責任を持って飼育するっていうことなんで、まあ、もちろんそのお店さんのね話を聞くのももちろんなんですけど、それ以外のね外部の知識もしっかりね入れながらやっていくと、まあ、より飼育が楽しく、そして自分が知識があるとね、あのすごい楽しんで、なんていうんですかね、飼育をすることができると僕は思っています。やっぱりその種のことを知るっていうことはね、非常に面白いことだと僕は思っていて、ただ飼育するっていうのはね、あのしっかり調べて、あの自分のね、あのなんていうんですかね、知識をプラスアップデートしながら飼育していくっていうことが、僕は大事なんじゃないかなと思っています。ということでね、今日は久しぶりに、フロリダスポンの方を載せさせていただきました。そして今週末は、仙台ということでね、まあ、宮城になるのも一応仙台市じゃなかったのかな、まあ、そんな感じですんでね、ちょっとバタバタした、あれが最後のね、なんかゴールデンウィークになる前の最後のもうなんていうんですかね、バタバタ感がある感じの日にちをね過ごすことになるのかなと思っています。なんでね、ちょっと大変ですが頑張って、行きたいなと思いますので、よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。